ガラス、ガラス、または、少子という語は、物質のある状態を指す場合と特定の物質の種類を指す場合がある。語源的には、計算塩ガラスの個体状態を他の物質がとっている場合をも、ガラスと呼ぶようになったものである。日本語のガラスの元になったオランダ語の発音は、英語の同様グラスに近いが、近いカタカナ表記は、フラス。 オランダ語の G は喉を震わせる発音。英語、ドイツ語とは異なる。日本語化した時期が古いため、点化してガラスとなった。日本語でのグラスは多くの場合はコップの意味になる。ガラスには多くの種類があるが、その多くは可視光線に対して透明であり、硬くて薬品にも侵されにくく、表面が滑らかで汚れを落としやすい。このような特性を利用して、 窓ガラスや鏡、レンズ、食器、グラスなど市民生活及び産業分野において広く利用されている。近代以前でも装飾品や食器に広く利用されていた。また金属表面にガラス質の膜を作った放浪も近代以前から知られてきた。ガラスの表面に細かな凹凸をつけたすりガラスや内部に細かな多数の空港を持つ多孔質ガラスは 産卵のために不透明である。繊維金属や重金属の不純物を含むガラスは着色しており、色ガラスと呼ばれる。2002年、平成14年の統計によれば日本だけでも、建築用に3、900億円、車両用に1、700億円、生活用品に3、0、0、0、0、0, 0、円、電気製品等に8、300億円分も出荷されている。 ガラスの構造については二つの説があり、現在でも論争がある。不規則網目構造説では、原子配列が結晶のように規則的でなく、不規則になっているという説である。この説は、ザチャリア戦によって提唱され、ワーレン、サンをはじめ、多数のガラス研究者によって支持され、現在に至っている。 それに対し微結晶説は、ガラスは大きさ20以下の微結晶からなると説である。この説は、ランドルによって提唱され、ポライコ質によって修正されたもので、ガラスの中で微結晶は、気象質のマトリックスによって繋がれているというもので、ある。ガラスの原料は、多くの場合は酸化物であるか高温で酸化物となる、ものである。ローソンによれば、無機物質は、 以下の三つに分類できる。ガラスとアモルファスはほぼ同義のものとして捉えてよい。場合が多いが、ガラス転移点が明確に存在しない場合を、アモルファスと定義するような場合、分野もある。ガラス転移とは、主観話の緩和時間が 100S1000S の温度で起こる。ガラスと同じ構造、すなわちガラス化する物質は珍しくない。ヒ素や硫などは、単体で、ガラス化する。 酸化物では、ホウ酸、ポ、リン酸、ポなどが二酸化系素の代わりに骨格となってガラス形成する。ホウ酸使用ガラスは工業的に重要である。例えば、パイレックスガラスは重量比で12%のホウ酸を含む。ザチャリアセンは、ガラスを形成するために満たすべき条件を提案した。溶融法は、固体の原料を高温で加熱することで溶かして、 液体状態にした後、冷却してガラスにする方法である。ただし、液体状態から結晶化が起こらないような十分に、速い速度で冷却しなければならない。溶融法は、ガラスの製法としては最も一般的なもので、大部分のガラスはこの方法によって合成されている。使用済みのガラス製品を破産して、原料、カレットとして再利用することもでき。非相法は、 個体を物理的に蒸発させて、白膜や微粒子を得る PVD 法と、気体原料から化学反応によって、白膜や微粒子、バルクを得る CVD 法に分類できる。PVD 法では、真空蒸着やスパッタリングが知られている。真空蒸着は、蒸着する物質を減圧化で、加熱気化し、基板にコートする方法である。スパッタリングは減圧化で、 電極間で放電させ、放電によって、イオン化されたガスと、ターゲットとの衝突によって、叩き出された物質を基板にコートする方法である。CVD 法により得られるバルク体のガラスで最も、大量に製造されているのは、光ファイバー用、シリコンガラスである。光ファイバーの製造法には、MCVD、マダファイド CVD 法、オベド、アウトサイドベーパーデポシチオン、 バッドポー、ベーパー、フェーズアクシャルデポシチオンメソッド、基礎軸付け法など様々な方法がある。バッドポーでは、気体のしっこりを、加熱基板上で反応させて酸化物を堆積し、焼結して、ガラス化する。ゾルマイナスゲル法では、例えばテトラエトキシシラン、SI、オチョッチなどの金属アルコキシドを加水分解し、縮み重合させて、ゾルとし、 水分を除いて生じたゲルを焼結してガラス化する。ガラスは図に示すように原子の並びが不規則な気象室である。結晶では個体の中の結晶界面で光が散乱したり方向により光学特性や力学特性が異なったりするがガラスは気象室なので全体が均一で透明であり特定方向にだけ割れやすいということもない。 ガラスそのものに着色する方法は、金属イオンや非金属、イオン、コロイドなどを溶かしたガラスに添加することによって行う。添加物と発色する色の対応は以下の通り。他には、フッカカルシウム、フッカナトリウム、リン酸カルシウムが乳白色。ガラスは液体状態を凍結したような状態、粘度が極端に高くなった状態とも言えるであり、それは、 純安定状態にあると言える。従って、ガラスは熱力学的には非平行な状態であり、非常に長時間を経過するとガラスは安定状態である結晶化すると考えられるが、それに対しては異論もある。また、ガラスは加齢お及びガラス転移により粘度が非常に高くなった液体であるという捉え方もある。なお、例えば古い建物の窓ガラスは、 それが理由で上部のガラスが下の方に垂れたようなになっているとされたこともあったが、計算によれば1000年くらいではとてもそのような差は起きず、実際はガラスの製法によるもので建設当初からそのような垂れた形になっていたことが分かった。また、同じくガラス化している約2000万年前の琥珀を用いた実験では2000万年間の密度変化は2.1%に過ぎず、 数千万年の時間では分子構造がほとんど変化しないことが分かっている。密度は水の2倍半程度を2.4から2 6ム、センチメートルであるが鉛を用いたフリントガラスでは銅6.3に達する。金属ではアルミニウムが2.7、鉄が7.9であるからフリントガラスは金属並みの密度であることになる。逆に金属元素を含まない石英ガラスは 同2.2である。引っ張り強さに関しては0.3から0 9 0パスカルである。これは鋼鉄の1、10ではあるが、ナイロンや革ベルト、木材と同程度である。常温では、電気抵抗は極めて高く、絶縁に用いられることもある。内部抵抗率は10から10オーム M、湿度50から60%時における表面。 抵抗率は10から10オームマイメートル。これはゴムやセラミックスと同程度である。ただし、流動点に近い温度では電気抵抗が極めて低くなる。刃物として用いる場合、飛翔室であるため理論上は、刃の先端系を例にできる金属などの結晶体はどうしても結晶の大きさ分の小道が残ってしまうため、鋭利な刃を作ることが可能である。その刃先は、 研磨によってではなく、割れた断面に生じるが、金属より、断性、人性が乏しいためナイフ、包丁などといった一般的な実用刃物としては、あまり適さな掛け割れが生じやすい。しかし生体組織を顕微鏡で観察する際、樹脂で固めた組織を薄くスライスするカッター、ミクロトームとして用いられることがある。科学的には、酸、復活水素など、 一部のフッ素化合物を除くには C が SIOSI 結合が OH 水酸基により切断され発用やナシオとして溶解するためアルカリに弱い例えばガラス瓶に濃厚な水酸化ナトリウムを入れて長期間置くと徐々にガラス壁が侵されすりガラス状となる自然界で溶融状態から急激に冷却した場合できる一例としてテクタイトや 黒曜石等がある。また、岩石にもガラス質の組織が含まれている場合がある。もともとは、植物の灰の中の炭酸カリウムを砂なのに酸化ケイ素と誘拐して得られたので、仮ガラスが主体であった。灰を集めて炭酸カリウムを抽出するのに大変な労力を要したので、ガラスは貴重なのであり、教会の窓、王皇貴族の食器ぐらいしか用いられたものはなかった。 産業革命中期以降、炭酸ナトリウムから作るソーダ石灰ガラスが主流になった。炭酸ナトリウムはソルベイ法により効率よく作られるようになったが、現在は天然品、トロナを材料に用いることもある。天然の炭酸ナトリウム産地としては、米国ワイオミング州グリーンリーが一大産地であり、世界中の天然品需要の大半を賄っている。 埋蔵量は5万年分あるとされている。ガラスの歴史は古く、紀元前4000年より、前の古代メソポタミアで作られたガラスビーズが起源とされている。これは二酸化ケイ素、シリカの表面を溶かして作成したもので、当時はガラスそれ、自体を材料として用いていたのではなく、陶磁器などの製造と関連しながら用いられていたと考えられている。原料の砂に混じった、 金属不純物などのために不透明で青緑色に、気したものが多数出土している。なお、黒曜石など天然ガラスの利用はさらに歴史を遡る。黒曜石は火山から吹き出した溶岩がガラス状に固まったもので、石器時代から石防帳や矢尻として利用されてきた。黒曜石は、青銅器発明以前において最も鋭利な刃物を作ることのできる物質であった。 ため、交易品として珍重され、産出地域から遠く離れた地域で出土することが珍しくない。制銅器が発明されなかった文明や、発明されても装飾品としての利用にとどまった、メソアメリカ文明やインカ文明においては、黒曜石は刃物の材料として重要であり続け、黒曜石を挟んだ木犬や石槍りが武装の中心であった。古代ガラスは砂、形石。 ソーダバイ、石灰などの原料を摂取1200度以上の高温で溶融し、冷却、硬化するというプロセスで製造されていた。ガラス製造には大量の燃料が必要なため、ガラス工房は森に置かれ、燃料置きに頼っていた。そのため、その森の木を燃やし尽くしたら次の森を探すというように、ガラス工房は各地の森を点々と移動していたのである。 ガラス工場が停済するようになったのは石炭と石油が利用されるようになってからである。エジプトや西アジアでは紀元前2000年代までに一部の植物梅や天然炭酸ーだと共にシリカを熱するという点が下がることが明らかになり、これを利用して焼結ではなく溶融によるガラスの化が可能になった。これが鋳造ガラスの始まりである。 紀元前1550年頃にはエジプトで粘土の型に流し込んで器を作るコア法によって最初のガラスの器が作られ特にエジプトでは様々な技法の作品が作成され西アジアへ製法が広まった。新アッシリアのニムルトでは造眼のガラス板数百点が出土している。年代の確実なものとしてはサルゴン2世。 紀元前722年、紀元前705年の名入りの壺がある。アケメネス・朝、ペルシアでは、新アッシリアの技法を継承したガラス容器が作られた。紀元前4世紀から同一世紀のエジプトでは、王家の要求によって、高度な技法のガラスが作られ、ヘレニズム文化を代表する工芸品の一つとなった。中国では、紀元前5世紀には、鉛ガラスを主体とする。 ガラス製品や印象が制作されていた。エジプトのアレクサンドレアで中武器と呼ばれる製造法が紀元前1世紀の後半に発明された。この技法は現代においても使用されるガラス器製造の基本技法であり、これによって安価なガラスが大量に生産され、食器や保存器として用いられるようになった。この技法はローマ帝国全域に伝わり、 ローマガラスと呼ばれるガラス機が大量に生産された。この時期には板状のガラスが鋳造されるようになり、ごく一部の窓にガラスが使用されるようになった。また、ヘレニズム的な豪華なガラスも引き続き製造されていた。しかし、ローマ帝国の衰退とともに、ヨーロッパでの技法が停滞した。一方、東ローマ帝国の治める地中海東部やサアーサーン朝、 ペルシャや中国の北儀や南朝では引き続き、高水準のガラスが製造されていい。日本では、福岡県のすぐ古坦大石などで、古代のガラス工房があったことが確認されている。5世紀頃、シリアでクラウン法の原型となる、板ガラス製造法が生み出された。これは一旦、手吹き法によりガラス球を作り、遠心力を加えて平板状にするもので、仕上がった円形の板を、 適宜、望みの大きさや形に切り出すことができるメリットがあった。また、この技法によって凹凸はあるものの一応平板なガラスを製造することには成功した。イスラム圏では8世紀にラスター彩色の技法が登場した。この技法は陶器にも用いられたが、ガラスに先に使われた。9から11世紀の中東ではカット装飾が多用された。また、 東ローマ帝国では盛んにステンドグラスが製造された。8世紀頃から西ヨーロッパでもガラスの製作が再開した。12世紀には教会にゴシック調のステンドグラスが備わるようになり、13世紀には不純物を除いた無色透明なガラスがドイツ南部安いイタリア北部に伝来した。良質の原料を輸入できた。 ベネツィアのガラス技術は名声を高めたが、大火事の原因となったことと、機密保持の観点から1291年に、ムラーの島に職人が集中、隔離された。ここでは、成功なガラス作品が数世紀にわたって作られ、15世紀には、酸化鉛と酸化マンガンの添加により、屈折率の高いクリスタルガラスを完成させた。 創業休止期間の他国への出稼ぎなどによって技法はやがて各地に伝わり、16世紀には北、ヨーロッパやスペインでも盛んにガラスが製造された。この頃、中央、ドイツやボヘミアでもガラス工房が増えている。これは原料となる灰や燃料の多金銀が豊富であり、かつ河川沿いにあり、都市への物流に好都合だったためである。また、15世紀には、 西欧各地で盛んにステンドグラスが製造された。当時の平坦なガラスは吹いて作ったガラスを述べてアイロン掛けすることで作られていた。日本では8世紀から16世紀までガラス製造が衰退した。1670年代に入るとドイツボヘミアイギリスの各地でも同時多発的に無色透明なガラスの製法が完成した。これは生成した原料にチョーク、または 酸化鉛を混ぜるものである。この手法によって、厚手で透明なガラスが得られ、高度な装飾のカットやクレービングが可能になり、重厚なバロックガラスやロココ様式のガラスが作られた。また、アメリカ合衆国では、バージニア州に来たヨーロッパからの移民が、ガラスの生産を始めた。産業的にはなかなか軌道に乗らなかったが、大規模な資本の投下が可能な18世紀末になると、 豊富森林資源を背景に工場生産が行われるようになった。18世紀に入るとフランスで板ガラスの鋳造法が開発され、また同時期に吹きガラス法を利用して大型の円筒を作り、それを切り開いて板ガラスを製造する方法が開発され、この二つの方法は20世紀初頭に至るまで板ガラス製造の基本技術であり続けた。日本では 徳川吉宗の書物の輸入解禁によって、江戸切子などが作られた。19世紀に入ると、原料供給や炉に大きな進歩が相次いで起き、ガラス工業の近代内化が急速に進んだ。1791年には、炭酸ナトリウム、ソーダバイの大量生産法が、フランスのニコラルブランによって明かされ、このルブラン法によって、原料供給が大きく改善された。 1861年には、ベルギーのエルネスト・ソルベイによって、より経済的なソルベイ法が開発され、さらにソーダバイの増産は進んだ。ガラスを溶かす釜にも大きな進歩が起きた。フリードリヒ・ジーメンスらが1856年に特許を取得した蓄熱式創用を用いた製法により、溶融ガラスの大量供給が可能となったジーメンス法。このヘイロ法は、 ガラス炉として成功し、以後の工業的ガラス製造の基本となった後、改良を加え成功にも使用された。こうしたガラス供給の増大によって価格が低落し、また瓶や窓ガラス、さらには望遠鏡や顕微鏡といった工学用のガラスなどの用途、需要が急増したため、各国に大規模なガラス工場が相次いで建設されるようになった。年には、 世界初の万国博覧会であるロンドン万国博覧会が開催されるが、そのメイン会場として建設された水晶宮は鉄とガラスよって作られた巨大な建物であり、科学と産業の時代の象徴として注目を浴びた。19世紀末から20世紀初頭にかけてのアール・ヌーボーはガラス工芸にも大きな影響を与え、エミール・ガレやルイス・カムフォート、 ティファニーなどの優れたガラス工芸家が現れ多くの作品残した。1903年、バーンガラス製造用の自動ガラス武器機がアメリカで開発され、熟練工を必要としないことから各国に急速に普及したが、やがて機械による引き上げ式にとって変わられた。1950年代、ピルキントンがフロートガラスの製造を開始した。このフロートガラスの開発によって、 現在使用されている板ガラスの基本技術が完成し、安価で安定した質の板ガラスが大量生産されるようになった。1970年にドイツ人のディスリッヒによって考案されたゾルマイナスゲル法がガラスの新しい製造法として登場した。これまでガラスを製造する方法は原料を摂氏2000度前後の高温によって溶融する必要があったが、ゾルマイナスゲル法では ガラスの原料となる化合物や触媒を有機溶液に溶かし込んで摂取数十度の環境で加水分解と重合反応を経て溶融状態を経由せずに直接ガラスを得る。実際は完成したゲルが気泡を含むため最終的には摂取鮮度程度に加熱して気泡を抜いてやる必要がある。この方法の発明によってガラスに限らず有機向きハイブリッド材料の創生など 従来では考えられなかった用途が開かれてきている。近年では、摂氏1万度のプラズマを利用して、原料を一瞬で溶かす方法が、実用化に向けて開発中である。燃料費を削減でき、温室効果ガスの削減に寄与する。現在、ガラスは、食器や構造材のみならず、電子機器、光通信など幅広い分野で生活に、必要不可欠なものとなっている。 日本語ではガラスを使った以下のような比喩表現がある。なお、三に関しては、ガラスの天井が元来英語圏で提唱されており、彼の地でもこのような使われ方をしていることがわかる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。